Yes, Ed Channel. 皆様こんにちは、高橋節子です。今日はですね、実のヒアルロン酸のモニターの方にお越しいただきました。今ね、フェムゾーンの治療っていうのがとてもニーズがあって増えてきています。以前から高橋クリニックでは小陰唇の縮小術とかね、そういったものはしてるんですけれども、フェムゾーンのね、ヒアルロン酸注入というものをメニューに取り入れていますので、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。膣のね、ヒアルロン酸、いろいろな目的を持ってね、される方がいらっしゃいますけれども、更年期以降、早いと、でもご出産されてる方だと、30代後半、40代の方からの50代、60代まで、実は女性の多くが尿漏れでお悩みの方っていうのはとても多くって、尿漏れの、治療の一環としても、膣ヒアルロン酸というものが今注目を浴びています。おしっこの出口と、膣と、肛門がですね、女性ととても近い場所にあるんですけれども、骨盤底筋っていうものが、尿道とか膣とかこの辺の生殖器を支えるためのね、筋肉が、骨盤のところにあるんですけれども、そこがだんだんね、緩んでくるんですね。きちんと尿道とか支えておくっていう機能が果たせなくなって、こうちょっとぐらついたりしやすくなると、尿失禁とかね、ちょっと尿漏れ、しやすくなってきます。すぐそこにあるこの膣のね、壁をちょっと分厚くして、丈夫にして、尿道をね、ちょっと支えてあげるような形に、膣のヒアルロン酸を入れてあげることによって、そのぐらつきを抑えて、尿漏れを少し改善させてあげるっていうことが、できます。更年期になっていくと、女性ホルモンの減少が起こってくると、この膣とかね、そこもちょっと乾燥してきたり、みずみずしさがなくなってきたりしてしまいますので、その膣の潤いを保つっていう目的でも、膣のヒアルロン酸入れられる方がいます。あとは、その感度を上げるっていうね、Gスポットにね、ヒアルロン酸入れて、感度を上げていったり、性交痛、やっぱりちょっと擦れていたいっていうような方もね、ヒアルロン酸を入れて、みずみずしさを復活させてあげると、性交痛がなくなったり、感度が上がったり、お互いパートナーとね、気持ちよく性交をしたりっていうようにね、そういう側面もありますけれども、今回の悩みのように、尿漏れ対策のために、膣ヒアルロン酸を入れるっていうことも今増えてきてます。同時にね、骨盤底筋を鍛えるっていうこともすごく大切なことなので、引き続きね、骨盤底筋鍛える体操をお家でしていただいたり、自宅とテスラっていうね、座っているだけで骨盤底筋を鍛えていく機会がありますので、尿漏れに対しては両方が必要になってくることが多いので、今回一回ね、治療を受けていただこうと思います。Yes, Ed Channel.で、本骨としましてはね、注射で入れていきます。ちょっと恥ずかしいなっていう方は、ちょっと静脈麻酔とかね、眠っている状態で入れていくっていうこともできますので、それは選んでいただけます。2年くらいは持つ硬さのヒアルロン酸を入れます。で、2年経ってもゼロにはならないので、少し足りなくなったら少し足すっていう感じで思っていただければ大丈夫かと思います。一応溶かして元に戻すってこともヒアルロン酸はできますので、そこも大きなメリットかなと思います。針ってどうしても刺して入れますので、ちょっと出血することがありますけれども、だから当日だけは生理のパッドつけていただいて、その大きな問題は基本的にないので、安心して治療を受けていただければと思います。はい。
パートナーともし性交渉する場合は1週間はあの間を空けていただいて、プールとか温泉とかもちょっと1週間ぐらいは念のため避けていただきたいなって思います。こちらがですね、テスラフォーマーのチェアになります。磁気の力を利用しまして、より深い筋肉、だいたい 7,8 センチの、ね、深さ の, あの筋肉まで届くって言われてるんですけども、骨盤底筋を座っているだけで鍛えられるっていう機会になります。1回20分から30分座っていただくのを、まあ、理想は週に1回とかあの10回ぐらい繰り返していただくと、かなり骨盤底筋が鍛えられて、それだけでも尿漏れね、あの良くなったっていう患者さんがとても多いので、座っている状態で機械を動かしていきますので、ちょっとねこうぐるぐるぐるって振動があのしますけど、痛くことは全然ないので、ちょっとねまず20分ねトライしてみましょうか。はい、お願いします。じゃあ20分今からね体験していただきます。はい、チャンネル。大丈夫ですか？もうで終わったから、すぐ綺麗にしておしまいなので、ちょっと待っててくださいね。困ったことは特になかったっていう。そうですね。出血とかはなかったってことですね。ジャンプしたりした時の尿漏れとかはどうですか？一週間後に尿漏れが本当にした時に聞きました。おっと、恐る恐る飲んでみたんですけれども、大丈夫でした。割と実感としてすぐ分かりました、はい、あ、それは本当良かった、改善ですか？改善、すごい快適。それは本当に良かったです。引き続きちょっとキュッと締めるようなね体操を続けたり、今回ねテスラっていう子赤い椅子にね座るのを体験してもらいまして、ぐるぐるする感じでね、とかそう、なんかちょっと仲がみんなマスクが伝えられる感じを受けていただきましたけど、あれはどうでした？奥に、響いてる感じがありました。心臓とトン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 って奥深くが聞いてるんで、でも結構父のヒアルロン酸が有効だったっていう。割と即効性をすぐに、はい、でも全く割れないんだっていうのがすぐ分かったので、あ、じゃあやってよかったっていう、ね、ちょっとね勇気を持ってねっていう最初にあったかと思いますけれども、よかったです。なんかね、とっても笑顔で、あの、おっしゃってくださって、あの、ね、あの、嬉しいです、私も。思いっきり体を動かして、いただければと思います。はい。Yes, a channel. 今回は、動いたりした時のね、尿漏れがちょっと気になるっていうことで、あの、父のヒアルロンさんを、あの、モニターしてくださった方に、今日お越しいただきましたが、尿漏れ感とか、そういうものが、あのストップしたっていうことで喜んでいただきました。私もいろいろ勉強して治療のレパートリーをあの増やして皆様の、ね、ニーズに応えないとって思いながらしてるんですけど、やっぱりあのそれで患者様が、ね、実際にこう喜んでいただけるとあの取り入れてよかったなって思いますので、ありがとうございます。よろしければ、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ではまたいろいろな、ね、治療をご紹介したいと思います。はい、失礼いたします。